くらげ、にんにく、のり、うん、ネギ。さあということで、はい、すごくことになりました。はい、あれ趣旨変わってきてるでこれ。のジェスフレットハルキです。今回訪問する店は一蘭です。一蘭、うわもうほんと久々久々、はい、多分すするさんと限界オーグやった以来、えじゃあ1年どころない。まあ僕プライベートでは数回ぐらい行ってるんですけど、はい、まあもう動画にするのは久々ということで限界まで食べ尽くしたんで、うん、もう一蘭しばらくやってやってから本当にしばらく経ちました、ね、でも一蘭って本当に人気じゃないですか、うん、いやすごい。例えば原宿の一蘭とか行ったら本当に観光客の方マジ毎日並びあるからね。日本人いないよね。いない。で今回そんな一蘭で、はい、トッピング全のせ、おお、そして固め濃いめ多めで、おお、やっていこうかなと。マックスマックス。いやでもスルさんが動画にしていて、それをあれ、いやもうあそんなオーダーあったんだ、あったんだってなったね。まあ、今回階段は限界とかじゃなくて、もうしっかり、はい、そちらをね、はい、最強一覧をいただこうかなと思います。はい、はい、ではその後でご覧ください。どうぞ。さっかり注文していきますか。はい、まあ、というわけでまずはこちらのラーメンですね。ゆで卵ってトッピングだな、俺も。そうだね。で、追加チャーシューやな。追加チャーシューで、追加ネギやな。追加ネギやな。で、海苔やな。で、キクラゲやな。キクラゲやな。これ、エスケレンの大宮どうすんの。これでいい。エスケレンもじゃないんちよ。キクラゲ、ニンニク、海苔、うん、ネギ、チャーシュー、卵かな、全部で。じゃあどうすから。はい、まあ、ということで用意していただいた席がちょっとあくまでちょっとここの席で休憩という形なんですけど、うん、はい、ちょっと一旦オーダー用紙に記入したいと思います。担当の方に聞いたんですけど、この煮込み焼き豚も、うん、やっぱラーメンに入れる人が多いということで、もう全部ですね、ゆで卵、煮込み焼き豚、海苔、追加チャーシュー、追加ネギ、きくらげ、にんにく、もう全部だけど味の濃さですね、濃い味。俺基本的に結構基本にしちゃうな。いやそうだよね、いつもそうしてるよね。濃い味でこってりと超こってり、こってりどうなるんだろうね。超濃いもあんだ。で、ニンニク、まあ、ニンニクあるけど、まあ、一遍も入れちゃいましょうか。で、これスルサイマ君、このネギなんですけど、これ青ネギと白ネギを丸つけたら両方いけるらしいよ。あ、そうなんだ。っていう、ちょっと口情報。で、チャーシューもちろんありで、これ無料で3から10倍までいけるということなんですけど、スルさん5倍にしてたんですよ。へぇ、まあ、ちょっと10倍してみますか、ちょっと試しに。超えた。で、まあ、まあ硬さ、はい、まあ、僕硬め好きなんで、はい、まあ、超硬で、おいいね、はい、そうイカチ右に全振りと超硬で、なんかラーメン一杯頼めばここら辺は全部あれか、値段なしでいけるんだ、無料でいけるんだね。まあ普通にチャーシューとネギはねデフォで入ってるよね。でこれじゃん、これじゃん、これじゃん、うん、これじゃ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 ん、おこれじゃん、あこれこそ全振りじゃない。はい、ありがとうございます。こちらとはい、これかな、全部かな。俺ら食いすぎてちょっと来なくなってたけど、いやそうなんだよ、うん、最高 7.9 ぐらい、俺がハチ様ギリいけなくて最後の一口食えんくて。あそうだ、お前が7。そうだ、いやマジでね本当にもったいないことした。もうすするさんとやった限界泳ぎがもう本当に最後だったよね、うん、本当に最後なんじゃない、あれが一覧。だって味をしっかり堪能できなかったもん。もうさあということで、はい、すごくことになりました。はいはい、すごいことになりました。やばい、ザーン、こんなにあったのか。でこれがチャーシューで、薬味チャーシュー、これチャーシュー、きくらげ、海苔、ネギ、青ネギ、白ネギ、ゆで卵で、ニンニクで、オスカランで、ライスっていう最強セットです。本当に全メニューですね多分これ、うん、うわ油やっば。じゃあいただきますか。じゃあいただきます。ちょっとまず普通に一杯でいいですか。一杯っていうか一口、ね、超こそれももう普通じゃないもんね。え、なんかやばくないこれ、うん、これ何、豚骨の油って何、
豚だからラードなんじゃラードかワンちゃんちょっとじゃあじゃってみます。あーあーこれやばいですこれ神ですねもう目がうつろになってんだ。あーやっぱ豚骨ってうまいね。あーやっぱすごいなんか油のこってり感がすごい。もう普段の一覧とも全然違うレベルでだいぶなんかこってりいいね。油のコテコテ感がねすごいですね。へえこんなことになるんだ。あーうめえこってりの方がうめえかも俺。やっぱりこってりなんだ。辛み10倍にしてますけどこのちょっと辛いの入ってきた瞬間ねこの油でちょっと甘みマイルドありつつちょっとピリッと喉に刺さってくるこの辛みがたまらんね。じゃあちょっと麺いってみます。久々の細麺です。うーん麺おー全部思い出したあの時のあれ、うん、7杯食べたあの味ですあーでもうまいね。こんなさもうドストレート細麺なんか最近食べてないからさ。あーで細麺食べることがあんまないもんな。不定じゃん北地って、うん、そうだね北地太い、うん、基本的に不定じゃん基本的に。細麺やっぱスッと入ってくるね、うん、うまっこれ10から相当辛いぞ。もう増しちゃっていいっすか。確かに。じゃあまず卵これほとんどなんかでこちらのねこれ煮込み焼き豚皿。えこれだけって どういう味がするの。マジわかんないね。これ普通にまあ煮込まれた味のする豚よ。チャーシュー、チャーシューなんだけど結構ニコニコしてるから、まあ、角煮みたいな甘みに。ああ。うん。てかネギどんだけどこにでもネギおるな。確かに一覧それがうまそうだよね。でここのチャーシューもやらせていただくと。あ二2枚重ね。で、これはキクラゲですね。やっぱ豚骨とキクラゲ合うよね。じゃあ海苔。よし。で、おネギ。もう手でいっちゃおう。白と緑のコントラストでいこうかな、今日は。ここにいっとくか。まあ、これタスゴロのゴミは、うん、あのまあ、ちょいかけぐらいでタスゴロってどこにもな何にもなくないですか。オスカラの酸味ね。じゃーん。こちらが全マックス全のせですね。はい、これ一覧の最強ラーメン完成。うわーこんな見たことあるか。こんなマジこんな覚醒した姿覚醒ホルムですね完全にこれ覚醒してるわ。うん、いちいちのみモデル全マシや。これ完全。いただきます。こううわ油の甘みとね本当この秘伝の辛みのね、うん、このマッチング力がすげえ。めちゃくちゃマッチしとる。ちょっと何からいこう。ちょっとキクラゲとかいうこの黒い何菓子いこうかな。キクラゲ俺めっちゃ好きやんだよなラーメンの。そうな。いやいい米上で。お一覧米。お確かに何枚。結構硬いです。おマジ一覧やってくれたな。こんなにいっぱいお客さん来るチェーン店でも。しみしみ豚、まあ、これこそ米だろうね。しみ豚うわん、ちょっと甘いんだよね。うん、うん、まっうわ、この秘伝の辛みうめえな。久々に食べたけど。あ、そう。これなんだっけ。これね、感じたことあるこれ。辛いの結構苦手じゃん。あんま頼まないじゃん。そう。でもね、ちょっと明太子っぽい辛さなんだよ。あ、明太子おにぎりを食べてる感じ。あ、でも博多の感じで。あ、そうなの。ちょっと磯っぽさが入ってたりするのかな。まあ、唐辛子だよベースは。うん。なんかちょっと明太子っぽい風味を感じるんだよね、うん、なんで一緒目つぶってんだよ。寝てましたすいません。いただきます。
わあ、でも結構刺激的だなこれ、喉に来るわ10倍。うわあ、これ最初に10にしちゃったらもうさ、今後全部辛いじゃん。いやそう、だから溶かしタイミングが難しいよね。溶かしちゃったわ。うぐっ、えぐくないこの辛そうさ。うん、やばいね。イエス、うまいだろ。今日は全マックスなんで。ああ辛そう、これやばいね。10え、辛いよね。辛すぎ、さすがに。いやでも癖になる辛さだね、ちょうど。うんうんうん、やりすぎな、しびれる辛さとかはない。本当に唐辛子って感じ。一味だ。あ、ちょっとご飯でマイルディにしていくしかねえな。うん。早っ。米はもう。やばい、本当に辛い。ちょっと。あ、一旦卵いこう、卵。いよいく、マジで真っ赤だね。そう、あら、出てきちゃったね。甘っ。うん、鶴さんが言うようにデザートだね。うん、辛さを軽減するっていうさ、メニューがないんだよね、一覧って。多分スープちょい足しとかないか。スープちょい足しないんだよね。あっち、ああ、やべ、辛さ10倍は攻めたわ。いや、こんな辛いと思わなかった。うん、ああれ、シュッシュ変わってきてるぞこれ。ちょっと激辛、激辛対決だって。汗かきすぎだ。いや、マジで辛そうに見えてる。まあ、匂いがちょっと辛いもんね、もう唐辛子の匂いする。全然うまい辛いって感じなんだけど、10はいらんね。正直、ちゃんと楽しみたいなら。うん、おいしい。おぉ、というわけで、ひとまずライスと一杯いただきまして、やっぱ一蘭といえば皆さん何ですか。そう、トイレです。お、そっち、うん、それは腹壊すぎ。トイレいっぱいね、うん、あのトイレトイレがあるんですよね。これも一蘭のさですよね。本当に冗談ではないんだけど、うん、まあ、さておき、まあ、やっぱ替え玉です。はい、確かに、まあ、せっかく替え玉行こうかなと。乗せるだけなんでしょ。召喚、これ今俺が操りました。すごっ。皆様失礼します。このシステムやばいな、やっぱ。お願いします。はい、よ、これいい小麦の香りするんですよ。ね、いいよね。ちょっと強くかかってんだよね。はい、そうそうそう、替え玉。うわ、懐かしいなお前。色色色色。いやいやいや、いやこれ一蘭じゃないって。一蘭じゃない色してない。うん、あのトッピングあるんで、もう全部入れちゃいます。あ、ネギも。そっか。そういう意味でもトッピングはマジいいね。替え玉の時強みを発揮するの。いや、そう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 。あれ多い？もしかして。めっちゃ大食いだよこれ、地味に。つけ麺スタイルでちょっと一回いただきますよ。はい。あれ。うん、おいおい、どうしたどうした。お、この恥ずかしがりや、言えませんでした。結構あるぞこれ量。どうやって7食ったかも想像できないわ。じゃあサービスでこっち見ます。サービスって、うん、あー、いいね。やっぱあの最初に頼んだやつはちょっとあのサムネとか取ったら柔らかくなっちゃったんだけど、あ、で今回これ超硬なんだけど、またやっぱ俺硬い麺好きだわ、うん、豚と合わせてね、マジいいんじゃないですか。うん、オスカルさん略しておっさんね。一番悪い略し方、うん、おっさん入れて、うん、いやでもこの辛みに酸味ってどうなんだい。いやちょっと助長してる可能性あるよね。うん、どっちなんだい。いただきます。あ、マジ辛い。うん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 、おう、まあ、どんどん想定外の方向にはいってるよね。うん、一応言うとね、もう一段の胃の字もないこれ。
いや、オスカランいいわ、うん、なんかちょうどいい酸味なんだよな、なんか。え、味ついてんだっけ、オスカランって。酢の味か。いや、もうほんと酸っぱい酢って感じ、なんか健康酢って感じ。俺の体が1でこんなお腹いっぱいになるなんてすごいよね。やっぱ同じものならたくさん食べられたりするのかな。いろんなもの食べたじゃん、コース料理のように。いや、まあそうだね。だからお腹いっぱいなんだろうね。これ見てください。これなんかこれもね、置いたらなんと抹茶ミルク出てくるらしいんですよ。あ、そうなの。はい、ちょっとデザートもこういうのもらえるんだ。そう、これ今日行ったら僕全メニュー制覇です。確かに。酒さえいけば。酒もあるんだ。ビール行ったら全制覇だけど、いい。え、どうする。いや、大丈夫な。あ、ほんとに、うん、大丈夫。あ、そっかそっか。はい、また流れましたよ。すごい、これをいっぱいやりたくなっちゃうな。わお、It's Japanese プルプル。これね。マジうまそう。何これ。いや、じゃあ影になるからさ、俺のこれが。影大勢やばい。一覧の撮影結構大変なんだよ ね、 意外とね。意外に大変だから。うまい。苦いね、この最後にかけた緑の何菓子。あ、そうなんだ。抹茶結構苦めにできてるんだね、うん、チャーシューありすぎ。うわ、いやー、凄まじかったっすね。もう久々の一覧だったんですけど、うん、もう久々のにゆっくり味わいよって話なんですけど、うん、もう全マックス、全トッピングということで、うん、はい、しかも、まあ、結構ね、まあ、もちろん普通にもちろんうまかったんですけど、うん、辛味がね、秘伝の辛味がね、うん、10倍したので、結構そっちに持って帰っちゃった。ありますね。でもあれ美味しいね。いやー、あのね、うま辛さたまらんね。5ぐらいマジで一番うまいかもしれない。僕マックス8近く食べたことあるんですけど、うん、6杯で。いや、今日2杯でもう限界中の限界でしたね。ちょっとカメラ休ませてくるんですもんね。はい、ちょっとそうなんですよ、うん、あの8切れんばかりのお腹になっちゃって、うん、8切れんの酸味になっちゃったんで確かに、まあ、皆さんもぜひ、中野で一覧来てみてください。はい、はい、まあ、ニューヨークにもあるということで、次回ニューヨークで。そうですね、はい、ニューヨークで。ニューヨークで行きましょうか。はい、ぜひ公演の声もよろしくお願いします。はい、ここまで行きます。じゃあ次回でバイバイ。バイバイ。